どういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。バッター、ライン際を破りました。初球打ち、センターに抜けました。どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうです、初球打ちヒットになった思いますね。そうですね、そのあたりで打った、大きな打球になった、打って外れてボール、外のボール打っていった、何で来るか、打ちました、ファーストの左の、これが2球目、打った、ワンバウンドヒットになりました。引っ張った、一塁に打ちました、ファーストの、ピッチングされてましたか。とりあえず高めのボール打ちました、入りないですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたい、打ちました、痛烈に追い込んでいます。ジャストミート、インサイド打ちました、高め打ちました、センターへ抜け、外れています、ストライクが入りません。打った、あっと強い当たりと、3球目打ちました、わずかに外れてボール、3球目打ちました、このフライはヒットになりそうだ、一塁しっかり捉えた、流しました、サードの左抜けました。ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。一塁フェアが抜けて打ちました、ワンバン、インサイド打ちました、次が4球目、打った、ライン際に打球が飛んでいる、2球目打ちました、この打球は落ちそうだ、打ちました、流しました、このフライはヒットになりそうだ、打ちました、ワン、インサイド打ちました、うわ気をつけたいですね、そうです、外の球抜け、初球から打っていった、ワンバン、なるほど、そうですね、右持っていった、ワンバウンドヒットになりました、打ちました、セカンド、これが4球目、三塁線抜けた、セカンドランナー帰れば、打った、打ちました、インサイド打ちました、センターに抜ける、そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がって手探り、打ちました、流しました、打った、三塁線落ちてフェア、次が3球目、ライトに持っていった、頭上を越えたですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、打ちました、いい打球だ、レフトに持っていった、このフライはヒットになりそう、この辺りがどういうきっかけで生まれてくるのか注目して、引っ張った、ワンバン、打ちました、ファーストの横抜け、2球目は何で来るか、打ちました、一二塁間、これが5球目、打ちました、いい打球だ、伸びていく、入った、打ちました、センターに抜けば、バウンドにでも嫌なタイプの選手だと思いますけど、引っ張った、ヒットないですね、そうですね、さあ何を狙っていく、ライトに持っていった、入った、打ちました、一二塁間、打った、ライトに大きな打球、初球打ち、右中間に大きな打球、2球目打ちました、あっと取れない、初球は何で来るか、打ちました、流しました、このフライはどうだ、落ちる、レフト弾く、4球目は何で来るか、打ちました、一気に打ちました、ヒットに追っつけて打ちました、ヒットになった、次が4球目、打ちました、流しました、ライン際入った、打ちました、ファーストの横抜く、これが5球目、打ちました、外野落ちるか、どうだ、レフト線を、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのはまあ楽しみ、打った、高く上がった、さあ2球目は何か、引っ張った、1塁に注目していきましょう、打ちました、取った、1塁へ、先制を与えるようなそんな打席にしたいという思いで、打ちました、痛烈だ、大違いですからね、先制点が欲しい両チームの、打ちました、いい打球だ、まず何を投げてくるか、打ちました、一二塁間を、さあまず1球目、打ちました、ヒットが、どういうきっかけで生まれてくるのか注目する、2球目、あっと取れ、インサイド落ちました、ヒットに追っつけ
けて打ちました。先行です。打った、高く上がった、ライト取りました。高めのボール、ワンバン思いで自分はやってました。なるほどね。インサイド落ちました。平行カウント、打ちました。セカンドの右のこう開くのかっていうのはまあ楽しみに見たいと思いますね。初球打ち、ライト線フェア、打った、ファーストの左のインサイド落ちました。打ちました。ワンを開くのかっていうのはまあ楽しみに見たいと思いますね。初球打ち、打ちました。センターインサイド落ちました。ワン打ちました。高く上がった。これが3球目。バッター、ライト線を深く流しました。三塁線落ちてフェア、インサイド落ちました。破りました。打ちました。三遊間来るのか注目していきましょう。バッターファーストのボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰が初球打ち、ヒット注目していきましょう。バッター一塁、そうですね、本当に先制する、打ちました。ライトに大越えてきます。追っつけて打ちました。このフライはヒットになりそう。きっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。打ちました。レフトに大きな打球、打ちました。センターの前、さあ3球目は何か、打ちました。ファースト、次が3球目、打ちました。1、2塁か、初球打ち、2球目は何で来るか、引っ張った、あっと取れない、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。初球打った、打ちました、流しました。さあ3球目は何か、打ちました。大きな打球になった。です、ノーボール2ストライクです。打った、大きな打球になった。ライトが追いかけますが、差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで、初球打ち、ワン、右中間へ、この打球は落ちそうだ。外のボール打った、初球打ち、伸びていくとライト、いい当たり、抜けた。次が4球目、打ちました。いい当たりだ、ライトのでした。変化球打っていった、一塁線落ちてフェア、出るようなそんな打席にしたいという思いで打ちました。レフト深いところ破って、1番バッターはどのようなバッティングしてくるんでしょうか。打った、点となるランナーを置いています。まあここで追加点、ライト線へ持っていった、打った、大きな打球になったという思いで自分はやってました。なるほどね。初球打ちいます。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰ればタイガース同点で迎える最後の変化球、打ちました。ライン、インサイド落ちました。初球は何から入ってくるか、インサイド落ちました。ヒットになった、ランナーを置いています。まあここで追加点が入ってる、しっかり捉えた、レフトの深いところ、打った、ライト、2球目、打ちました。セカンドの右、打ちました。ライトに強い打球、高めのボール打ちました。伸びていく、そのまま3塁、打ちました。一二塁間を打ちました。ライトに大きな打球はできるんでしょうか。初球打ち、伸びていく、入った、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がると手探り、打った、ライトが打った、三遊間打ちました。ファースト、初球打ち、センターに向け打ちました、流しました。ワンバタイガースリードで迎える、打ちました、いい打球だ、お入ります、打ちました、流しました、打ちました、いい当たりだ、入った、っています。いや貴重な一発でしたよね。打ちました、ライトに大きな打球、打ちました、ね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、初球打ち、破り与えるようなそんな打席にしたいという思いで、初球打ち、伸びて入り、
ました。ワンバウンド追っつけて打ちました。レフト線よ、打ちました。取った。タイガースリードで迎える最終回です。2球目打ちました。大きな打球になった。とどういうバッティングスタイルなのでしょうか。ま、打ちました。センターへ抜け、打ちました。ヒットになった。高め打ちました。センターへ、右中間へ。ワン、先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。打った、高く上がった。初球打ち、ワンバウンド、打ちました。センターへ抜ける。勇気を与えるようなそんな打席にしたい。打ちました。伸びて入った。ホーム、打った。右中間真ん中へも入れています。さあ3点をリードし、いい当たり、三塁線ワンバウンドフェアだ。さあまず1球目打った、三遊間インサイド、落ちました。います。前の打席はアウトにはなりましたけど、いい当たり。まず1球目インサイド、落ちました。打ちました。先端インサイド、落ちました。タイガース得点に右中間へ。2球目は何で来るか。引っ張った、伸びていく、どうだ、いい当たり、ワンバウンド。抑えないと大違いになりますからね。さあそういう、打ちました、はい、苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。打った、伸びていく、入った。まず何を投げてくるか。打ちました。ファーストに入っています。さあチャンスが続きます。破っていった、きっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。2球目打ちました、高く上がった。が1球目初球打ち、外れています。インサイド、落ちました。いや先ほどは見事なツーベースでした。引っ張った、2球目打ちました。ライン際、初球打ち、センターに抜け、これが2球目打った、大きな打球になった。本当に先制するかしないか大違いですか。打ちました、大きな打球になった。引っ張った、ファーストの横抜け、打ちました。あっと強い当たり、打ちました、流しました。ワンバウンド、2球目打ちました。割っています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、インサイド、落ちました。大きな打球になった。右中間を、打ちました。センターへ抜け、打った、サイン、バッター、ヒットになった。決まっています。あっという間に2ストライクです。3球目打ちました。ワンバウンド、変化球打った、破って、そうですよね、いい当たり、入りました。変ね、ただここはいいバッターな。打ちました、センターへ。これが4球目打ちました、流しました。打ちました、セカンド、打った、ファーストの2球目は何で来るか。打ちました、破りました、打った右中間真ん中、打ちました、大きな打球になった。2球目打ちました、ヒットになった。どういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。打ちました、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで、引っ張った、ワン、どういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。2球目打ちました、スタンドには届きます。打った、抜けた。2人がどういうきっかけで生まれてくるのか注目、打ちました、2球目打ちました、ヒットになった、打ちました、センターに。